シャローシラジオサニーデーフライデー。はい、こんにちは、田村陽太です。本日もね、一人語り会をしていきたいと思うんですけども、今日のテーマはこちらです。人生何でもトレードオフだってことを理解しようという話をしていきたいなと思います。今回のテーマにしたきっかけはですね、これまたまたこれ前も紹介した番組なんですけど、ライフトークビジネスリーダーが語る暮らしの哲学 を聞きまして、若新雄純さんと二鉄工和不動産の白木さんがやってるポッドキャストなんですけど、この前ゲストでビジネス系 YouTuber として活躍されてるあのまこなり社長さんと、あと映像ディレクターの高橋ひろきさんとの対談がやってたんですね。どちらのお二人も、共通して、いいなって思った方なんですけど、特に高橋さんの回でお話ししたのが、仕事以外の休日の時の過ごし方として、まあ自分のね、家族、奥さんとか子供と出かける時に、もう高橋さんは本当に外に出かけるのがめちゃくちゃ好きなので、他の家族には結構インドア派の方が多いんですけど、まあその家族を連れ回す時にも、その子供とか奥さんが、その、一番嬉しいと思うベストなコースをその際には考えるようにはしてると、おっしゃってたんですね。自分は外出好きだけども、相手は外出が好きじゃないですと。で、自分の外出したいという欲求を貫き通そうとする際も、その、じゃあ相手が、いや、外出好きじゃないんだよってなった時も、いや、どうしたら、その、相手が喜ぶんだろうとか、それだったら、じゃあ喜べないかもしれないけども、それ、本人さんが喜べるような、なんか代替案とかは、何かなって考えることって、非常に重要かなと思って、たんですね。なんかそういう話をされてたんですよ。なんかそれって私もすごい重要だなって思ってまして、やっぱ誰でもこう自分の得意なこととか、やっぱ苦手なこととか、あとまあやりたいこととか、まあやりたくないこととか、いろいろあるじゃないですか。自分はこういうことを貫き通したいと思って行動した結果、その相手にとっては、やっぱそのいやなんだよって思うことで、まあ迷惑をかけたりとか、まあ嫌だなって思われることって、まあいろいろあるじゃないですか。まあ、私はそういうのをやっぱ人生まあ何でもトレードオフだと思ってるんで、あ、自分はこういうことを貫き通したいと思った時に、一方ではその方に対してはこういう、まあ、代替案はありますよとか、これはちょっと協力できないかもしれないけれども、まあ、他の部分で協力できるとこは何か、こういうことはただできますよっていう形で、まあ、代替案をまあ紹介するってことは結構してるんですよね。まあ、人生何でもトレードオフだって理解することって、この前提を理解することってすごい重要かなと私は思ってます。そのマイナスの部分、まあ、絶対その表人、人生何でも、まあ、表裏があるので、そういう裏の部分、まあ、マイナスの部分を、どう他のもので、まあ、提供できるかまで考えることっていうのは重要かなと思ってます。なんかそれが交渉力につながるって私は思ってるんですね。交渉で一番大事なことだなって思ってるんですよ。まあ、私、ま、いろいろね、こう、今、独立して、もう6年目、まあ、5年やってきたんですけど、どちらかというと、まあ、自分のね、やり、貫き通したいことっていうのは、必ずもう正直にお客さんには伝えるようにはしてるんですけど、貫き通すだけじゃなくて、その貫き通すした結果、そのお客さんに対してこんなことは提供できない分、じゃあ他はこういうところだったら私代わりにできますよっていう、これがある意味、ま、交渉力というか、交渉だと思うんですよね。ただ、いや、私はこれやりたくないんで、やりませんっていう、他代替案ないんかいみたいなって、言っちゃ悪いですけど、まあ、わがままだし、なんかそれってまあ子供だと思うんで、子供っていうかまあ小学生までしかそれ許されませんよねってことだと私は思ってるんですよ。まあその大人になる、ってことは、そのなんか自分がこういろんなね社会人の方と思われて、こういう自分を貫き通したいってなった時に、この人はどうやったらこう納得してもらえるかなとか、どうやったらこうスムーズにこう進められるかって時に、いろんな選択肢を自分の中で考えておいて、まあそれをどんどん一個一個提案していって、あ、これだったら丸く収めるなっていうような形で、それをこう話し合っていくことって、まあ交渉することが大事じゃないですか。なんていうのかな、自分が、まあ泣いてたら、お客さんが、あ、もう田村くん分かったから、私たちがやりますよっていうような形で、ダダをこねてたらビジネスがうまくいくわけじゃなくて、自分がこう貫き通したいことを進めるためには、何かこう自分が提供できるものは何かっていうのを考えておくっていう、まあそういうのが大事かなと私は思ってます。で、今日はですね、まあいろいろこうお話ししてきましたけども、私のトレードオフ分析も含めながら、私がもう譲れないこととか、得意なこととか、苦手なこととか、やりたくないこととか、そんなにいろいろ分析というかお話ししていきたいと思ってます。そういうのを自分たちで自身が理解することによって、あ、じゃあそれを譲れないことを貫き通すためには、自分はどういうことをお客さんに提案したら、なんとかこう、うまく交渉できるかなっていうような、まあそういう機会にね、できたらと思いお話をさせてもらいます。はい。
まずですね、まずですねっていう感じなんですけど、私のトレードオフ分析ということでですね、私のね、得意なこと、苦手なことってことでまだお話ししたいと思うんですけど、私の得意なこととしては、その話を聞いて、要点をまとめることですね。はい。まあ、いろいろとこう相談業務をしている中で、まあ、いろんなお客さんからね、あ、こういうことで困ってるんですよって話をするんですけど、あ、その際に、あ、今、こう、問題になってる点はこれとこれとこれで、で、自社で今、こう、対応できることはこれとこれとこれで、あ、だから、今、現実的に考えたら、じゃあ、これとこれが対応できますね。じゃあ、それをどうやってこう、伝えていきますかとか、従業員さんと話し合っていきますかっていうような形で、一回で話を聞いて、まあ、それで何が問題になってるかっていう要点をまとめることっていうのは、めちゃくちゃ得意です。はい。なんていうか、こう、なんか意味のある会話。ちゃんとそれが、もう本当に困ってるんですよってなった時に、じゃそれを困ってる状態をどうやったら解決に持っていくかっていうような、この意味のある会話をするっていうのは、めちゃくちゃ得意ですね。はい。まあ、解決策に思っていくっていうのは、得意というか、まあ、コンサルのね、お仕事をしてるからそうなんですけど、どうやってどうしてもこう解決策に持っていけるためにはどうしたらいいかっていうのは、普段から考えてるので、その辺は得意ですね。逆に、私苦手なこととしては、まあ、取り留めのない、まあ、意味のない会話。意味のない会話っていうのはあるんですけど、まあ、雑談っていうような形になる。あんま得意じゃないですね。まあ、どうしてもなんかこうね、いろいろこう、お友達であったりとか、いろんな方とお話をする際に、まあ、それ解決策は求めてないんだけども、ただお話を聞いてほしいとか、そういう雑談を求められることって、まあ、あったりするじゃないですか。その際にも、私もま、比較的、まあ、辛抱強く聞くようにはと思ったりはするんですけども、まあ、それをずっと聞いてると、何かそれってなんか未来に対して何か一歩踏み出せることってどうしたらいいのかなとか、そういうところでこう気持ちが気が散っちゃって、まあ実際お前話聞いてるみたいな話言われることもあったりするんですよね。なんていうのかな。どうしてもこう意味のある会話にこう持っていきがちなところがあるので、まあそこは苦手かなっていうふうには思ってますね。で、やりたいことやりたくないこと。まあこれもトレードオフの関係かなと思うんですけど、思ってることとしては、やりたいことは、自分にしかできないことですね。それって私じゃなくてもいいじゃんっていうことは、まあこれ逆に言うとやりたくないことに入るんですけど、あ、これって田村さんだからお願いしたいですっていうのことに関してはめちゃくちゃやりたいですし、すごいやる気が出るんですけど、逆に言うとやりたくないことに関しては、なんかもう自分じゃなくても他の人でもできるじゃんっていうことであったりとか、本来、なんか私がやるべきじゃないのになんか押し付けられたことみたいなことはもう本当やりたくないので、まあストレスかかりますよね。はい。で、譲れないことですね。譲れないことは何かというと、これライフトークの方もなんかね、ざっくばらにお話ししてましたけど、結構私のキーワードでこう、何が譲れないかなってことを考えたんですけど、4つですね。自分の時間、ノーと言える環境、正直に生きる、田村オリジナルですね。まあ自分の時間って言ったら何かというと、まあこういうポッドキャストの配信とか、そういうアウトプットをする、時間ですね。まあ、ブログを書いたりとか、ポッドキャストの配信をしたりというような時間と、あとはインプットですね。自分がこう、そのアウトプットをするためにどういうことを情報収集しなきゃいけないかとか、まあ見たことないこと、聞いたことないこと、やったことないこと、まあその辺をするための時間っていうのはやっぱ欲しいというか、譲れないところですね。あとはノーと言える環境。まあ、これはまあ自分がやりたいこととか、得意なこととか、そういうのを貫き通すために、本当に自分は やりたくないですって言った時に、もうどんなしがらみもなく、ノーですと、やりたくないですっていう風に、相手に言える環境っていうのを、やっぱり自分は意識して作りたいというか作ってますね。あとは正直に生きる。これこの前大学の友人、経営者でお仕事してる友人と久しぶりに会って、お話しした時も、あ、いいなって思って、すごい共感するなと思ったんですけど、こう正直に生きたいですよね。こう、ごまかして生きるたくないというか、こう、自分としてはこれを聞きたいのに、それをはぐらかしてこう、回答してくるだったりとか、自分が悪いことだと思ったらそれは悪いことでした、ごめんなさいとか、謝ることだったりとか、なんか育児なしで生きるっていうようなことはしたくないなとは思ってるんですよね。自分が悪いことだったら悪いっていうふうに正直に謝るべきだと思うし、自分が良かったなって思うことに関しては、まあ正直に喜びたいなと思いますし、なんか自分の、まあ人間らしくというか、ドロドロとした感じを見せたくないというか、まあ、爽やかにって言った方が近いのかな。まあそういうふうにしていきたいなっていうのは私は思ってますね。あとは田村オリジナルということで、まあ私にしかできないことっていうのは何か、私が今、こういろいろ社会を見てきて、あ、ここだったら私だったらやっていきたいな、これだったらこう事業経営していくために進めていきたいなっていうような、自分が何か関わってやりたいなっていうことにをどんどん目指していきたいなと思ってますね。まあ、で譲れないことの逆の話として、まあどうでもいいこと
はい、こだわりがないと言ったらあれですけど、どうでもいいこととして、まあ、キーワードとして出てきたのが、家、車、ホテルのグレード、肩書き、年齢、年収ですね。はい。本当、私はバックパーカーだったので、本当になんかどこでも寝れるというか、本当にあんまりこう不眠になることってないんですけど、家とかにお金かけるとか、なんかホテルも一級の高級ホテルに泊まるとかっていうのは、本当にあんまり、まあよくわからないというか、まあいいことはいいと思うんですけど、全然本当に安いところで、ね、寝てもいいなと思ってるんですね。その分なんか自分が本当に食べたいものとか、旅行するとか、なんか美味しいものを食べるとかっていうような形で、その分、自分の興味のあることにお金を使いたいなっていう欲はありますね。って感じですかね。はい。で、まあ、こうやってね、いろいろ私もトレードオフにたくさんあるんですけど、トレードオフの関係というか、やりたいこととか、やりたくないこととかっていうのは結構はっきりしてる方なんですけど、こういうね、自分の好きや得意とかのこういうこだわりを、まあ、貫き通すことによって、まあ、こう、相手にね、迷惑をかけることも、まあ、あったりするじゃないですか。で、そういうものを避けるために私は普段どうしてるかっていうと、まず一つとしては、そういうやりたくないこととか苦手なことっていうのを、まあ、そもそもやりませんっていうことですね。そういうやるような機会とか環境にこう触れさえしなければ、別にその相手に迷惑かけることもないじゃないですか。苦手なくせして、こう挑戦して相手に迷惑かけるってことが一番良くないと思うんで、もうそもそもやらないっていうのが一番私は大事かなと思ってます。あとはまあできないですと断る。はい。後々、いや、お前やるって言ったのになんで途中からやらないんだよみたいなことって、中途半端な状態でやり始めるから、そういうことがなったりすると思うんですね。あと、本当はやりたくないのに、いや、まあやってもいいですよみたいな感じで、こう、なんか中ブラリンにしてる状態だから、そういう、逆に相手に迷惑かけることってまああると思うんですよね。なので、もう本当にもう自分が無理だなと思った時には、もうできませんっていうふうに断るっていうのは大事かなと思ってます。あと三つ目としてはやっぱあらかじめ言っておくってことですね。はい。私はこういうところはあんま得意じゃないので、もしかしたら迷惑かけるかもしれませんっていうような形で、あらかじめ相手に言っておくっていうふうにしておくことが大事ですね。まあ、要は期待のハードル量を下げておくっていうことですね。はい。やっぱりその迷惑かけたなって思う一番の大きな要素としては、その相手が期待してる期待値に対して、それに対してこう見合うような価値を提供できてないってことだと思うんですよね。だったらその相手の期待値を下げておいて、自分が逆に、本当にやってくれてよかったなっていうような形で相手にね、まあ、期待させないっていうような形でやることってすごい重要かなと思ってます。はい。あとはもう本当にもう迷惑かけることはまあ元々ということで、なんかその他の部分でね、貢献できるとか何かっていうのをまあ何かこう考え続けて、まあ、それに対して全力でね、まあ、行動することっていうのは意識してますね。私の場合で言うと、まあ人の話を聞くことで、それをに返して何が問題なのかっていうのを分析することが得意なので、まあ傾聴することっていうところですかね。まあ、人間性を出すこと、基本その相手のね言ってることっていうのはやっぱその尊重したいと思ってますし、それに対してすげえなって思うようなことなので、まあ、その人間らしくというか、まあ、いいなって思うことに関してはすげえすごいですねとか言ったりとか、それおかしくないですかってことはおかしいですよねとか言ったりとか、まあ、そういう本当に自分のね感情に素直に従って生きていきたいなとは思ってますね。はい、という感じですね。最後まとめなんですけども、すべてを完璧にこなせる人間ってまあいないと思うんですよ。100% できてる人間ってまあいないと思うんですよね。まあ私もそうです。まあ長所も短所もどちらもあるとまあ私は思ってます。はい。で、まあそれをね、まあ、隠すことはもうやめて、まあ自分の短所はこうです、長所はこうですっていうのは自分で理解して、その短所をどうやったらそのカバーできるかっていうような、まあいつでもこう想定できる候補であったりとか、まあ選択肢っていうのを常に考えておくことってまあ重要かなと思ってます。はい。まあこの長所も短所も全部自分なんだなと割り切ることって本当に重要かなと思ってますね。それを隠し通す、そうとするからこそわがままに見えてしまうというか、その自分の思いだけ貫き通して、あとはそれを理解してくれない相手が悪いんだみたいな形になってしまうと思うんですけど、自分がどういう風にしたらこう自分の思いを貫き通せるかっていうのを考えた時に、ああそれってその相手の側にとってはこういうことがまあ提供できてないなってことが見えてくるので、まあ、その場合には自分はこういうところだったら提供できるなっていう形で、まあ、常にこう、まあ、あらゆる視点から物事を見て、あらゆること物事がトレードオフの関係だなっていうところをまあ理解して、それをまあ日々の生活でどう交渉していくか、どう対話していくかってところにまあ重きを置いていくってことは非常に重要かなと思いました。今日はですね、人生何でもトレードオフだってことを理解しようというテーマでお話をしました。はい、本日の収録は以上となります。ありがとうございました。
はい、本日は最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ぜひね、メッセージや感想などはツイッターでね、ハッシュタグサニーデフライデーでツイートしてください。またこのサニーデフライデーのね、番組自体をね、ブログサイトのノートにリンクをつけて貼っているんですけども、そちらでもコメントメッセージも送れるようになってますので、コメントとかしたい方に関してはぜひ送ってください。またサニーデフライデーの番組のフォローやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また番組のレビューもご協力よろしくお願いいたします。 Spotify ですと、5段階評価でつけることができます。また Apple Podcast ですとレビューとコメントがつけられますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。今後のサニーデフライデーフライデーの番組の配信の励みになりますので、ご協力よろしくお願いいたします。シャローシラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。今日も気をつけていってらっしゃい。